今回ご紹介するお薬はですね、風邪をよく引く方にね、とってもいいお薬ですね。じゃあまず今日第1回目ですね。どういうお薬かって言いますとね、こちらですね、はい、玉平風散という、ね、名前のお薬です。玉ってね、玉という字ですね、はい、で、平風というのはこれはね、この2文字で屏風って読みますね。屏風ね、お薬の お名前の中に屏風という字が入ってるんですね。こちら、効能効果としてはですね、虚弱体質、それから疲労倦怠感、寝汗ね、つまりその風邪をひく、よく引く人って割とね、こう汗をすぐかいてしまうっていう方がね、いたりしますね。で、汗をかくっていうことは、まあここの、まあ、皮膚の表面のね、ところがこうキュッと引き締められない、こう汗をふわーっと漏らしてしまうねっていう、このここの表面のね、弱さっていうのがあるんですね。でつまり抵抗力が弱いっていうことになるわけですけれどもね。でこの玉平風散っていうのは、この、屏風というね、字がこの処方の中に入ってる、名前の中にね入ってるってことはですね、屏風ってどんなイメージですか？なんかやっぱりこう盾になるっていうかね、風が吹いてきてもそれをこう防ぐとかね、なんかそんなようなイメージありませんか？まあそういったお薬なんですよ、これはね。で、風の邪、漢方ではね、風邪、風邪って書いてね、風邪って言うんですけどもね、その風邪が、体の中に侵入してくるのを防ぐ役目はこの皮膚の表面にあるっていう風なね、そういう解釈をしてますね。そこら辺を強くしてくれるっていうお薬がこの玉平風散っていうことですね。はい、まず今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。